さあやってまいりましょう。バイオハザード8。あ、ビレッジなんだね。あー、ドミトレスク城が夕日に照らされていい感じになってきてるね。だんだん曇ってきましたね。ということで、前回は3人目の貴族ゴロを倒しまして、続いてはね、また村に戻って、なんかハイゼンベルクがね、俺の手を組まねえか、100かしようぜっていう風にね、申し入れをしてきたんですが、まあ一旦ね、ちょっとクランクが手に入ったっていうのもあったので、まあ、誘いに乗る前に、ちょっといろいろとね、調べていきたいという風に思います。おぉ、びっくりした、カラスか。カラスがガーガー、カーラス。行って、うん、おー出てきた。はい、残念でした。こいつら行った。あー、もうこれは落としいな。あー、全然当たんねえ。めっちゃ来てる。めっちゃ来てるわ。あいつ名前なんて言ったっけ。なんかさりげなく混ざってるよ。クラスターのオレタエンジェル。はい、翼のオレタエンジェルだったっけ。なんだったっけ忘れちゃったな、名前。てか、うわ、無駄に使っちゃったな、スナイパーライフルゲッツ。うわ、オッケー。で、いるねー。なびいてるねー。はい、寝起きドッキリ。やっぱ寝起きドッキリって頭に何かぶち込むべきですね。いくらくらいだったらなんかナイフでそろそろいけそうな気もするんだけどね。なんか無駄な体力を使いたくないっていう。あーら、50発くらいあったのになんか無駄に撃ちすぎて。あれ、ここなんもない。なんかあるよね。あった。ハンドガン25発。あー、ちょっと借金って感じかな。で、ここそもそも何なの？モローの実験場。お前にさんを救えるかってやつですね。いや、くだらないな。なんかどっかでふぎゃー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 言ってんな。向こうから施錠せ。これ中にいるのかな。いたねー。よし。押し、ケツ。よし、オッケー、ヘッショー。さてな。調べる。ミランダお母様に山を一つ。いいなー。カドゥの実験がたくさんできる。俺の秘密の件。ちょっと待ってね、あのさ。お母様って、母って字なら書けるかもしれないけどさ、書は書けるんだ。漢字の使える使えないがあれだな。今日は実験台の中に、そりゃぐちゃぐちゃになるわな。今日は実験台に角を入れた後、脊髄に狼の血を注射しめた。いきなり暴れ出して、助手を食い殺した。手に負えないから檻に入れた。もっと餌を連れてこないと。あ、それが、こいつだったんだよな。オッケー。おー、ウルフスペイン。かっけー。なるほど。で、違う。改造リボルバー。あ、5発入る。ってことは1発入る。1700。ひょー。その弾丸は伝説の人狼ですら葬る。なるほど。じゃあ、これで最後、ライカぶちのめすってやつですね。OK、じゃあ、出ていきましょう。ぐる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 言ってるんだよ。すげえやん。なんかいるんじゃないかっていう。
ここ今日のハンドル。ボス的なんがいたら、あでもなんかこんな、あ先行だ、こんなんが出てくるってことはさ、なんかちょっと強みの敵とか出てくるんじゃないかな。あいたねー、ほら、うわ強っ強っ、2発ごちそうさまです。ほんとにスピンだったね。動かす、だからさ、前回も思った、あこっちに来るだけなのね。前回も思ったけど、イーサン、それお前どっから持ってきたのよ、ほんとに。あと特に何もない。でも、普通戻ってきちゃったけどね。あ、なんか、こっち、小屋の奥にもうちょっとありそうだな。おー、あーよかった、クランク来て儲けもんでしたね。うんうん、なんかあるね。あーあー、なるほど、これで3つ目のミニゲームができるってことね。はい、じゃあここは終わりかな。終わりっぽいね。じゃあ戻りましょうか。あまりもたもたしてるとね、ハイゼンベルクがこんなーって言いながら、多分ハマキをふわーとかって、ね、やったりとかして、そうですね。あー、これの音か。よし、じゃあ、あった、人形の金属。はい、今回どんな感じ？あー、なんかあの、あれに乗せていくスタイルかな。うまく乗せれるかな。ほい。ほいほいほい。これうまく乗せれないと、あれ？普通にうまく乗せれんじゃん。で、あそこか。ほい、落として。なんか動きだけやたらすげえ凝ってっけど、そんなに難しいのかな。なんか最初のドミトレスクのやつの方がすごい難しかったっていう印象があるけど。で、最後なんか、だよね、だよね。あら、終わり。あ、終わった。だけどさ、水力の結晶物ね。はいはい、あの特段何も面白いあれではなかったですが、じゃあ村戻っていきましょうか。はい、モローさんお疲れ様でした。また2週目でお会いしましょう。これなんか戻ったらまだ敵。 This way、 どっち、あーこっちか。 This wayなんかまたライカンいたりとかしないかな。でもさ、導いてくれてるってことはさ、ディスウェイね、とりあえずこっち導いてくれてるんだったら、こう手引きのためにライカンをこうね殺しといて、あでもなんか試してるところがあるから、なんかいろいろあるのかな。あ、そういえばあれだね、最初4人の貴族とマザーミランダが集まってたところでさ、ライカン&ジェントルメンって言ってるってことは、ライカンのボスハイゼンベルクってこと。どうなってんだろうね。ちょ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 、ほい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 。さあチキンになる時間ですよ、チキンちゃん。はい、オッケー。違う違う違う、さっきからね V とね F をねめっちゃ間違えるんだよね。これ、ここは何にもない。何にもない、何にも。外から開けるっていうのも変な話だよね。登ります。なんかお宝があるんじゃない？クランクって言ったし。進めないし。進んでいくと。あー、酔っ払いが寝てるよ。酔っ払いってほんとどこでも寝れるからすごいよね。ピジョンブラッド、ほらほら血があるのが気になるな。で、ピジョンブラッドは結晶化したここら辺関係って、こう光学くぼみがある、これか。ああだね、はい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 、オッケー。でも一つ穴、まだ何かをはめ込めそうだって書いてあるね。じゃあまだ何かどっかにあるんだろうな。まあ、とりあえず、まあ、こっちだぜパパ、
パパ、あ、開けてもくれてる、ありがてえ。そうなんだよね、ここがまだね赤色になってるっていうのがすっげえ気になるんだけど、こっち戻って、まあ一旦ちょっとこっち戻りたいんだけども、ある程度ちょっと調べてからにしましょうか。ローズ is waiting for you. ローズちゃん、待ったっすよ。あ、これは羊だからあれか。ヤギか。お、いいね。獣の生に。まあ、逃げるなよ。まあ。しぶといな。あれ？さっき4つじゃなかったっけ？あれ、当たってないのか。もったいねー。最後、ぴょん、最後、ぴょんぴょん。オッケー、獣の生肉。ショーはここからだ。はい。なんだけど、クランクを手に入れたのでね、ちょっとやりたいことがあって、何かっていうと、ドミトレスク城で、クリアした後に、戻ってきたところ、これをどうやって調理して食べようかしら。これは失礼。 My apologies. アイテム購入。どこになるか。武器カスタマイズ。お、レベルアップできる。あ、しかもこっちもいける。じゃあもうレベルは上げときたいよね。レベル上げてて損はないですからね。あ、こいつもいける。Delighted to. これは無理ですね。Securing goods is more important than anything. Anything, my friend. ほいほいほい。で、溜まるよりもなんかあれだね。結晶化したさ。やっぱりバサバサちゃんはすごい。And buy it I will. では買い取りましょう。これはもう一個いけるって話だったよね。これはどうなんだろう。なんてことも言う。Now this is something to splurge on.モローに関してはもうお前にはノーコメントだぜってが、ひでえ。これいける。Mm-hmm. We've gathered all the ingredients. あ、なんかちょっとクロバデ V とかは裏の方でやっちゃいました。トントンパカ。うまそうだよね。Here it is. Please join me. これで体力がめっちゃ上がったってことだね。I wouldn't mind having that again. で、鶏の生肉がいる食材に関してもこれで終わりなのかな。Don't let up yet. ってことだね。まあ大幅アップができたから良かったですね。Sure to be a good meal. で、こっち行ったらまた元に戻るから、そう、ここドミトレスク。で、パルパティーンとパルパティーン。で、どっちかってこれあれだね、バイオ4のさ。赤い装束服着たやつとかそんな感じするよね。あ、そうだ、これってさ、これこの穴、これなんかいけない。やっぱそうだよね。いろいろね、終わった後に調べてたんですよ。調べてたっていうのはなんか考えてたんですよね。考えた結果、もしかしたらルイザの鍵って何かの鍵で使うんじゃないかと思ったら案の定でしたね。はい、プランクル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 。ちょっと今回探索パートみたいな感じになりそうですね。よいしょ。にしてもだいぶ日中も暑くなってきましたよね。まあ、まだまだ寒暖の差がね、朝夜昼とある状態なので、気温差が激しくてしんどいっちゃしんどいんですけど、これどっちもいけんじゃない、もしかして。苦手なんだよね、ボートの操作が。あ、でも上手くなったもんだね。そう。で、まあ、今もね、この部屋ね、実況撮るために、ベイビーを起こさないように部屋を締め切ってやっているんで、すっげえムワムワするんで、まあ、それは仕方ないんだけどね。まあ、ベイビーがいる中でね、実況させてくれる、ね、家族
がね、こう環境を与えてくれてることに感謝、感謝ですからね。あ、いた。なんかドミトレスク城の地下みたいな感じがするね。え、これもしかして砦で始まっちゃってる？砦？砦っちゅうよりは、なんか祭壇みたいなところが来たけど、なんかあるね。あ、まあこれは開けたら多分なんだろうな。ほう。でもこれどう考えてもあれだよね。奥までボーンとはいかないよね。これさ、ナイフでいけたり。ああ、やっぱちょっと距離的に厳しい。ああ、いけなくはないけどって感じしそうだね。あ、いったね、やっぱりいけたね。ほう、ほう、1200、2500、500、500、300。はい。おはさんなすって、ってか、やったことないからね。2500、3700の4200の4700の5200レイってことでしたね。OK。ほい。ちょっと、出てきたよ。なんだよ、お宝隠し場所かと思ったら出てくんのかよ。ほい。はい、おい。はい、お金ちょうだい。あれ？ハンドガン見ちゃった。あれ？え？ちょっと待って待って待って。ほい。ほい。もう酔っ払いだよ。ほい。ん？何も出さない。どういうこと？また出てきた。めんどくせえな。無限脇か。これバイオシックスのゾンビ使ってやる気味的な感じ。これやっぱそうだね。でこっち連れてくるって感じか。だってあれか。おいおい、こっちだよ、こっちこっち。燃え切る前において、燃え切る前に。あ、箱はめっけ。こういう勘の良さっていうのがね、他のところでもねできたりですけどね。え、ちょ、ちょ、ちょ、開いたね。開いたから。はい、オッケー。これでも出てこなくなるとか。バイオシックスとかだったらもう出てこなくなってね。でもなんか、黄金の婦人像。はい。これでまだ、ねえ、出てくる。ふん。出てこなくなったね。おい、すごいよね、ほんとに。まあ、弾も25発で、25発ほど使ったんでね。まあ、プラマイで言ったら、プラかな。調べる。プラか。今回はあれだね、お宝ザクザクビーチ回ですね。お宝ザクザクビーチ。この言葉聞いてわかる人は、レア社のとある製品をプレイしたことがある。マニアですね。こっち行ける。行けない。あ、ここあれか。なるほどね。はい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 。戻ってきたんだ。セーブできるね。あ、やった。セーブはできるんだけど、ただあれがなかった。こら、ローズを使うな、ローズを。はい。井戸の反応。今回何が出てくるんですかね。は？マジかぁ。再びリング？井戸の底？もう、これほんと怖いんだけど。
道の底さでさ終わってさ、ホニャーホニャーのあのベイビーちゃんが出てきたじゃないですか。これ。ああなるほどね、あの奥の宝物を取りましょうと。登っていって、これは降りちゃう、降りちゃうっぽい。なんか光ってる。パイプ、お、いいね。何これ、あ、一個一個押す。上参ります。ないところは押せません。なるほど。押すか。ぬーん。どすこい。もう一回、どすこい。もう一丁は、無理か。なるほど。で、これを落とす。どすこい。なんか鎖があるけど大丈夫。あら。普通これいけるんだけど、こういうなんかね、あの律儀にこうやっていかないといけないっていうのが、まあ、バイオハザードらしさ、ゲームらしさっていうのがあれだね。炸裂さん、炸裂さんも使ったからあれだね。閃光弾、ほう、お、マグナムだ、違う違う、さっきのボタンを間違えすぎなんだよね。で、ピジョンブラッド大、さ、これだってこれあれだね、バイオコードベロニカだったらガシャーンと落ちてきて終わるやつだよね。それが怖くて待ちすぎて、で結果骨になるまで耐えきれなかった。じゃあこれ骨になるまで待っちゃったって感じですね。はい、これなんだろう、すごいすごい、ドミトレスクの首飾り。ドミトレスクは何なんだろうな、あの髪飾り、ほう、これ、頭にチラチラあったらめっちゃうざくない？あ、よかった。いいか、俺とかに決して下を見るなよ。って言って、下を見て、サダコが這い上がってきて、なんであなただけ助かるの？ゾクッとするわ。あれ、初めて見たらでも怖くて見れなかったもんね。リング2だったか、螺旋だったかなんですよね。よし、オッケー。どうしようかな。まあ、もうちょっとやるか。もうちょっとだけやる。いや、次確かボートの下行かなくちゃいけないよね。よし。今回じゃあ、宝物も結構集まって、ドミトレスクの髪飾りもあって、ただ、あれだね、すげえ。そう。ちょっと、アイテムスペースを少しでも空きよう。ちょっと色々と整理して次進めていきたいと思いますので、今回は、まあちょっと一旦ここで区切りたいと思います。調べる、依頼された例の細工、洞窟から遺跡を抜けて赤い煙突の家に運んどいてくれ。はい、ということでしたので、本日ここまでで終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。